皆様、明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。お前は誰だ？誰なんだ？そんな声が聞こえてまいりました。そんな愚問はさておき、今回はマクドナルド2022福袋開封動画です。早速見ていきましょう。2022年はマンハッタンポーテージとコラボ、販売価格は税込み3000円となっています。今回は抽選販売予約でしたので、当選した方のみ購入できます。ドルチャスは当選しましたので、無事購入することができました。早速、中身を見ていきましょう。1、本保冷リュック。サイズは幅28センチ、奥行き33センチ、高さ15センチです。1.5 リットルのペットボトルが3本入るらしいです。デザインはこの2種類です。私は Mac のロゴバージョンでした。狙っていた方でしたので非常に嬉しかったです。次にマンハッタンポテトライトです。サイズは幅 8.5、奥行き 12.5、高さ 4.5 です。こちらが現物になります。電池を入れるのにプラスドライバーが必要になります。はい、次、ここまで見ていかがでしょうか。次行きましょう。3つ目はファスナーポーチ。サイズ幅30、高さ20、A4 サイズでした。デザインはこの2種類となります。現物がこちらです。非常におしゃれです。注意点として素材が薄いので中身が透けてしまいました。4つ目、ロングコップ。サイズは 480ml です。現物がこちらです。とてもかっこいいです。今回の福袋で一番気に入りました。そして5つ目は商品無料券です。3130円相当の商品券が入っています。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフが1枚、ベーコンレタスバーガーが1枚、照り焼きマックバーガーが2枚、マックポテト M が3枚、チキンフィレ1枚、チキンマックナゲットコピースが2枚です。そして金のマックカード500円分が10人に1人の割合で入っているそうです。いかがでしたか？福袋って楽しいですよね。次回は何の福袋開封動画になるのか。バイバーイ。